株式会社ベンチャーウイスキーは埼玉県秩父市にある創業者のアクト一郎の名を冠したウイスキーブランド一郎ズモルトの製造・販売を行う企業。シャゼは地と共に成長する。ベンチャーウイスキーは東亜酒造設立者の孫であるアクト一郎が設立した企業である。小江土の父が経営していた東和酒造は2000年に経営不振により民事再生法を申請し、 2001年に、小江津は、父から経営を譲り受けた。しかし業績は回復せず2003年に、日の出通商への営業譲渡を決定した。この際、日の出通商は、ウイスキー事業からの撤退を決断し、東亜酒造のハブ上流所にあったウイスキー原酒は、引き取り手が見つからなければ廃棄するとの決定を下した。廃棄予定のウイスキー原酒の中には20年近く、 熟成を重ねていたものが400たるあった。これらの原種について従業員たちは癖が強くて売りにくいとして過小評価していたが、声江槌は面白みのある味だと感じ将来性を見出していた。日の出通商の方針に我慢のならなかった声江槌は独立を決意し原種の保管場所を提供してくれるウイスキーメーカーを自ら探すことにした。しかし当時ウイスキーは 時代遅れの酒とみなされ、売り上げが低迷しており、在庫の削減に取り組むメーカーが大半で、引き取り手探しは難航する。それでも奔走し続けた結果、ついに笹野川酒造からの協力を得ることに成功し、貯蔵庫を曲がりさせてもらえることになった。この時、笹野川酒造社長の山口鉄造からは、長い時間をかけて熟成させた原酒を捨てるのは、一メーカーだけでなくて、 業界の損失であり、時間の損失だ、と言われたという。小江津地は、山口に、この原酒をベースにウイスキーを作り上げ、自ら売り切ることを約束した。2004年、東亜酒造は、日野で通商グループ入りし、小江津地は同社を離れ、ハブ上流所の原酒や自前で上流した原酒を、使用するウイスキー、一ーズモルトの製造、販売を目的に、9月にベンチャーウイスキーを、 設立した。ハブ上流所の原種を使用した最初のイチローズモルトは2005年5月に笹の川酒造でワインボトル600本に瓶詰めされた。一本あたり税抜きで13,500円という価格設定であり、当時まだ無名だった銘柄のウイスキーとしてはかなり高価なものだった。これを売るにはブランドではなく味で評価をしてくれるバーで扱ってもらう必要が あるとエズチは考えた。そこでおよそ2000件のバーに営業を行い、2年かけて600本を売り切った。2007年には2005年に発売したハブ上流所の原酒を使用したアルコール度数56%のカードシリーズのキング・オブ・ダイヤモンズがイギリスのウイスキー・マガジンのジャパニーズ・モルト特集で最高得点のゴールドアワードに選ばれた。 新商品の開発を進めながら2007年にベンチャーウイスキー発の自前の蒸留所となる秩父蒸留所を完成させた。秩父を選んだ理由として小江土は自らの故郷であり支援してくれる人々がいたこと、さらに小江戸かなどが江戸時代から日本酒を作ってきた地であり酒造りに適した環境であったことを挙げている。2008年2月に 秩部上流所でのウイスキーの製造免許を取得して上流を開始した。チーフディスティラーには2006年にメルシャンの軽井沢上流所で研修した際に知り合った同上流所のモルトマスターであった内堀修正を招聘した。なおこの研修の際に上流した軽井沢さんの原種も2020年3月時点で秩部上流所の貯蔵庫に収められている。2011年 秩父上流所で上流した原酒を使った最初のモルトウイスキー、秩父ザファーストを7400本出荷し、国内分、国外分ともにその日のうちに完売した。2012年2月、秩父ザファーストはジャパニーズウイスキー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。秩父上流所の原酒を使用した銘柄はウイスキーマガジンが主催する。 ワールドウィスキーアワードで2017年から4年連続で世界最高賞を受賞している。2017年は、イチローズモルトチ父チウイスキー祭2017がシングルカスクシングルモルトウイスキー部門にて、2018年と2019年と2020年は、それぞれ、イチローズモルトクレーンリミテッドエディションジャパニーズブレンデッドウイスキーと、イチローズモルトグレーン。 ジャパニーズ・ブレンデッド・ウイスキー・リミテッド・エディション2019と2020がワールドベスト・ブレンデッド・ウイスキー・リミテッド・リリース部門にて世界最高賞を受賞した。2018年4月、秩父上流所から400メートル離れた土地に新たな貯蔵庫付きの第二上流所を着工し、2019年7月に試験稼働、同年10月から本格稼働を開始した。 第2蒸留所の秩父蒸留所からの変更点は、発酵層を国産水なら剤からフレンチオーク剤に変えたこと、ポットスチルを蒸気による間接式加熱から難易度は高いが個性が生まれやすいガスによる直火式加熱に変えたことなどである。当初の第2蒸留所の1日あたり、純アルコール換算生産量は800リットルと秩父蒸留所の160リットルの5倍であり、 将来的に2シフト制にすることで10倍の1600リットルとし5年後をめどに19年3月期日で倍の20億円の売り上げを目指している。また将来的に秩父産の二条大麦を使用した原酒を秩父産の水なら損で熟成させたオール秩父産のウイスキーを実現させたいとしている。多数の少量生産品があるためごく一部を記載する。 秩父上流所の原種をキーモルトとして、世界の旧上流所のモルト原種と二上流所のグレーンウイスキーをブレンドした同社では、サイレンカのウイスキー。ノンチルフィルタード、ノンカラー。アルコール度数46%。3780円。ハブ上流所のパンチョンソンを主体とした、シェリーソン原種と秩父上流所水ズナラソン原種を使用しており、 二つの蒸留所の原種を使用したことに、なお由来する。ノンチルフィルタード、ノンカラー。アルコール度数46%、6480円。ワウイ2009ベストジャパニーズブレンデッドモルト受賞。発売当初は、ハブ蒸留所の原種を、キーモルトに、複数の蒸留所のモルトをブレンドし水なら損で、再熟成したことが歌われていたが、2018年時点では、公式には、 ハブ上流書の原種の使用が記載されていない。ピートの強い原種を多く使用。ノンチルフィルタード、ノンカラー。アルコール度数46%、6480円。ワウィ2010ベストジャパニーズブレンデッドモルト受賞。発売当初は、ハブ上流書の原種をキーモルトに、数種のモルト原種をブレンド、カツヌマワイナリーで使用されていた。 フレンチオーク製の赤ワインソンで後熟したことが歌われていたが2018年時点では公式にはハブ上流所の原種の使用が記載されていない。ノンチルフィルタード、ノンカラー。アルコール度数46%、6480円。ワウイ2011ベストジャパニーズブレンデッドモルト受賞。1985年から2000年までにハブ上流所で上流されたモルト原酒を ホグスヘッド樽で貯蔵した後に様々な種類の樽でフィニッシュした多様な風味のウイスキーボトルから構成されるシリーズで2005年から2014年までにトランプの絵柄にちなんで全54種が発売されたすべてシングルカスクカスクストレングスノンチルフィルタドノンカラーであり各数100本の限定出荷であった2019年8月16日に香港のオークションで 全54本が揃った1セットが約1億円で落札され話題となった。同時点でシリーズ全54種が揃ったセットは世界で4セットしか確認されていないという。なお、社長の悪と一郎はこの超高額落札について仰天した高い評価はありがたいとしつつも飲み物の値段ではなくなっているように感じました。飲んでもらえるかどうかが心配。 提供しているものはウイスキーそのものというより、ウイスキーを飲む体験です。ウイスキーを飲みながら、1日の疲れを癒したり、気の置けない人たちと特別な日を過ごしたりという体験の中に参加させてもらっているのがウイスキーという存在だと思っています。そんな時間を皆さんで楽しんでいただくことが私たちの願いですと語り、複雑な心境をとろした。ありがとうございます。